成功者の共通点はグレー生きていく上で成功者になりたいと思うのは向上心のあるあなたにとっては当然のことだが、いざ成功者になるにはどうしたらいいのか、明快な答えをくれる場所がほとんどない。そこでこの記事では何を参考にしたらいいのかなど、名言なども交えて一緒に見ていこう。 成功者の共通点として毎日必ず行っていることがある。これら成功者の習慣は一覧として7つの習慣という本にも書かれているのだが、例を挙げると成功者は習慣としてまず朝に運動したりするなどしている。これは朝は時間を取りやすいというのがあり、早起きすれば時間が確保しやすいからである。 自分も早起きして運動しているが、運動していると日中もすっきりと働きやすいのだ。また、成功者の共通点としては、態度的な行動を行っていることが挙げられる。受動的に行うことは楽ではあるのだが、自ら行動しているわけではない。やはり、自分で考える行動をすることが大事なのだ。そして成功者の共通点は論文にもなっている。 成功者の共通点という E.M. グレイの論文を出典に見ると、重要なのは、やるべきことをやる習慣であると書かれている。このことは7つの習慣という書物を読んだことがある人であれば、すでに知っていることかもしれないのだが、このやるべきことの中には、自分にとって嫌な作業というのも含まれている。例えば、勉強が嫌でもやるべきことに。 勉強があればそれをする習慣があるかどうかである。また、成功者と失敗者の条件には、バカにされてもやるという心が必要。これは人になんと言われようとやり遂げるという意志を持っているかどうかというところに現れている。成功者の考え方としては、現実主義であること。また、成功者の考え方には、運が良かったというよりも、 根拠があって動くことで成功に導くという考え方がある。そんな成功者の考え方は成功者と共に過ごすことで学ぶことができるのだ。成功者の考え方は項目としていくつかあるのだが、何よりも続けられることが大事である。成功者の習慣として成功する人は何が違うのか。それはまず成功者の習慣として早起きであること。 また、成功者の習慣として就寝時の暗示がある。これは寝る10分前というのは記憶が定着しやすいからだ。また、成功者の習慣として東京大学の学生はビビることを提唱しているし、成功者の習慣もアメリカの企業家たちでは似通っていることが知られている。成功者の習慣が身につく超心理術という本があるのだが、 この本では成功者が実践している心理テクニックが掲載されている。また、成功者の告白5年間の企業ノウハウを3時間で学べる物語という本では著者の経験が書かれており、この成功者の告白は Amazon で購入することができる。なお、成功者の告白のネタバレになるのだが、この本では会社経営で衝突する問題を取り上げ、 企業家が注意しなければいけないことを物語形式として書かれている。また、成功者は本を読みますが、ジャンルは様々で知らないことを吸収している。成功者の本の読み方としては仮説を立て、自分の言葉でようやくと感情をメモし、アウトプットして知識を定着させることが必要である。これらを参考にして、ビジネス、経済の売れ筋ランキングから 読んでみるのもいいだろう。